ひな、飛べ。私たち誰にも迷惑かけてません。ほっといてくれよ。みんな何も知らないで、知らないふりして。しっかりしろ。全部お前のせいじゃねえか。神様お願い、どうかどうか。私たちは大丈夫だから、ひなさんのところに行かせてくれよ。君に会えてよかった。これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。あの景色、あの日見たことは全部夢だったんじゃないかと今では思う。でも夢じゃないんだ。あの夏の日、あの空の上で僕たちは世界の形を変えてしまったんだ。